どうも、酒は私になってかませんです。こんばんは。2023年の2月の17日でございます。濃いめのハイボールいきましょう。濃いめのハイボールです。飲んでおります。久々、明日明後日連休でございます。ありがとうございます。何かバチコリやりたいところなんですけども、動画で言った通り、最近 YouTube の更新頻度を下げてるんですけどね。今何をやってるかというと、まあ、ずっとね、まあ、音声メディアやりたいということで、まあ、ボイシーね、応募してたんですけど、まあ、めちゃめちゃ狭きもんなんですよ。というところで、まあ実績もないし、はい。まあ、第三国志5年やったぐらいですよ。ということで、とりあえず誰でも登録して発信できるスタンド FM っていうのがあるんですけど、まあ、こちら今ね、プロフィールから作ってまして、まあ、ネタもいろいろ作っておりまして、こちらはまあ2月中には発信していって、YouTube と同じく1000人、なんか収益ラインがあるらしいですけども、まあ、1000人のフォロワーを目指してね、1年間やっていこうかなと思います。まあ、内容は第三国志とか全く関係ないです。全く関係ないんですけど、また告知しようと思いますね。興味のある方、聞いてみてください。はい、ということで行きましょう。外に第三国志でございます。XE040 公式ローエンでございますが、はい、後半戦に突入してまいりますよ。はい、私はね、ショータイムさんでお世話になってるわけでございます。はい。いやー、なんかね、他の州の取った土地を全部めくられちゃったり、司令の方も取っても取ってもめくられるというところで、全然ちょっとね、増えないんです、資源が。というところで、見てください、これ。見たってください。見たってください。はい。市場周りのね、土地を取りまくってるというところで。はい。もったいないですかね、土地枠が。これ、固い号です。固い号内政官です。はい。土地位置でもね、見てください。まあ僕、星一つなんですけどね、固い号。餌とかにしちゃって。木材、石材、鉄材ね、352ずつ上がってるんです。これ、でーげー。めちゃくちゃでかいです、これ。土地位置一つ取ってよ。まあ全体で言ったら1000ぐらい上がってるわけですよ。土地位置取りまくってもめちゃくちゃ上がるというところで、まあなんとか9万台まで乗っかってると。米はもう、甲虫を、内政下に置いて、そこでなんとかしのぐというところでございます。ただ今週もね、まあ仕事もバリバリやってるんで、資源枯渇するどころか300万ぐらい余ってますけど、ね、はい。で、いよいよ来週からです。ごめんなさい。来週から予備兵投入というところで。はい、毎週、部訓30万から40万のところで申し訳ございません。でも、それなりに、やっておりますんで、よろしくお願いします。ということで、今日なんですけども、はい、舞台の紹介でございます。はい。こちらですね。はい。もともとね、私、弓力長期、違った、弓力軍拡長期のね、まあ、上級盗賊でやっとったんですけど、いよいよ解体いたしまして、解体って言ってもね、メンバーは一緒ですので、並び替えて、戦法変えて、前のね、まあ、類日検卒型、はい、これですね、弓力、こちらを紹介していきたいと思います。はい、こちらね、前の黒眼鏡さん、第2回のね、対談で、しっかり話してるんですけども、はい、あの頃からね、ショータイムでは結構推奨部隊として、あったみたいですが、意外や意外、結構これ、見ないっすね。海外勢もいないし、日本勢もほんと少ない。うん、ショータイムはめっちゃいるけど、まあ、少ない舞台となっておりますが、なかなか強いというところで、今日はね、戦力を踏まえて紹介したいと思います。コンセプトはまあね、軍拡、長期に、回復戦法だったり、防御戦法だったり、状態異常とか積んで、耐久しながら弓力で殴るという。単純明快。こちらです。はい。なので、まあ、長期とか、軍拡にはね、回復戦法だったり、防御でガチコリ上げる戦法だったり、まあ、状態異常、まあ、妖術とか、まあ、そういうの入れたりというところでございます。ちょっとテンプレ的なのがあるんですが、まあ、それはちょっと、今日は言いませんが、私、その戦法持ってないっていうのもあるんですけど、軍拡は、私は、まあ、三軍の州と、銃声ですね。で、長期が反感妖術ということになっております。はい。
で、ちょっと高級兵士とか、上級盗賊のままなんですけど、まあ、これでもまあ、悪くなさそうでございます。宝物もそのままですね。はい。というところで、はい。今日はね、戦歴を主にね、紹介したい。おお、これね、私は3日間ここずっといますから。3日間今張り付いてます。よろしくお願いします。さてさて、はい、行きましょう。こちらですね。軍拡長期前の弓呂布でございます。まあ、まずね、一つ、上級盗賊をなぜ解、そんなに別に戦力悪くなかったんですけど、なぜ解体したかというとですね、やっぱり積みすぎなんです。戦法積みすぎ。まあ、上級盗賊といえば、私の軍拡パターンでもなくてもですね、弓呂布、長期、孫権ね、あります。で、そこでですね、まあ、類日も使いの、兵務も使いのね、魚も使いの、主計も使いとかね、まあ、いろいろ、ふんだんについ、大長調とかもそうなんですけど、ふんだんに積むとめちゃくちゃ強い。もう硬いし強いんですけども、まあそうなってくると5部隊のバランスがちょっとね悪くなるというところでございます。ので、私も5部隊目がちょっとね、組みにくいというところで、上級盗賊をね、この前の弓呂布型にするとですね、まあ類日検察 を使って、あとはね、そんな、めちゃめちゃキーとなる戦法はないので、はい。ということで上級盗賊からね、外した戦法一気当選。そして、兵務調整、そして、死刑、魚、これが余るというところで、余るので、それを盗賊型、一つね、最近、孫権のね、虹、レインボー、これめちゃめちゃ強いと言われてますので、それで盗賊型を一部隊組めるということ で、ね、で、パフォーマンスもそんなに変わらなかったです。上級盗賊も、この弓呂布前もね、むしろこっちの方がいいかもしれないぐらい強いので、今回ね、この戦力を前で紹介していきたいと思います。はい。まずは、もう、対食器場。もう負けなしじゃないですかね、今季。もう負けなしっす。めちゃくちゃ強い。なんで強いのかちょっとわかんないけど、まあ、私の解析してみるとですね、まずは、まあ、3-2-1、まあ、前のね、全員に攻撃が集中するので、まあ、類日検察、まあ、類日で吸い取ると。いうとこもあるんですけど、まあ向こうはね、超火力で来るわけです。ただ、弓呂布の固有がですね、物理系ダメージ大幅減少当てますんで、これ減らしていく。そして、まあ軍拡の三味策、まあこれでもね、60、私の今のレベルでは60ほど攻撃減少させるんですけど、まあこういったところで、しっかりと、類似ゴリゴリ発動しながら、反撃しながら、ダメージはそんな受けないと。いうところでございます。で、回復力もね、これありますし、異常あります。もちろん長期ね、ダメ減。そして長期の回復、核の銃声と三軍で、まあ1万2000から最大2万ぐらいまで回復しますので、まあ、そこで耐久しながら殴っていくというとこ。で、初期場に対してはもちろんね、こちら弓ですから、兵種優位というのもありますから、それ妖術ついてますからね、妖術積んでて、この距離に対してね、どうなんですかね、馬体とか本営、本営に配置してありまして、攻撃距離は3でございますから、弓の風にしか当たらない。ね。食の艦は弓の風にしか当たらない。序章もそうです。そうなってくると、対象としてはね、妖術当たったとき、これどういう配分になっていくかわかんないんですけど、味方にも当たりやすいんじゃないかと思っております。まあそういった関係かわかんないですけどね。強い。食器場にはめちゃくちゃ強いです。ということで、食器場行ったらすぐ突っ込みます。紅葉対紅葉ですね、四季も。はい。二次バフもないですけど、まあ、十分勝利を得れたということでございます。ありがとうございます。出ました。硬いっすね。これ初めて見ました。孫権大王、ロッドツコツです。はい。引き分けですね。はい。まあ、孫権はね、まあ、強いっす。まあ、こっち二次ですけどね。孫権はね、やっぱラルク。ラルクってね、ショータイムで言ってますけど、ラルク二次、強いっす。孫権強いっす。ありがとうございます。この舞台で非常に防御力も高いので、結構引き分けが多い舞台です。で、私最初ね、コロメガさんに紹介されて対談した時に使ってみたんですけど、まあ、全然うまくいかなくて、あの時もちょっとアドバイス的に僕の戦法では、前のユニフォームすぐ落ちちゃうよ、これだったらっていうことでね、その後ちょっといろいろ考えながら、今の形にしてるんですけど、はい。まあ、引き分け多いです。だから大長調です、大長調。大長調来ました。ちょっとレベルね、相手低いんですけど。大丈夫。打ち勝ってますね。ありがとうございます。
はい、ショッキーバー、ショッキーバーです。ありがとうございます。いただいています。来ました。義援ですね。こういうのもしっかりと買ってますね。ありがとうございます。はい、出ました。新兵大将。新兵大将にも強いっす。強いっす。ほんと強い。はい。新兵大将、強いっす。ありがとうございます。あー、出ました。この大王曹操方の本営いろいろあるパターンですね。弓の符が流行るかと思ったんですけど、そうでもないですね。これ、カユもいたり、ジュイクもいたり、まあ、いろんな形で最近見ますけどね。ありがとうございます。勝利です。はい、出ました。盗賊。これはね、上級まではいかないかな。類似がついてなかったかな。中級でしたね。確か。うん、中級系。ヘイムはついてたんで、まあ、中級系の盗賊ですけど、これ、全然ないな。はい、で、虹ですね。はい。日陰です。まあ、ちょっと打ち勝ってます。ありがとうございます。あ、出ました。G 陸 G ですね。G 陸 G です。G 陸 G あれです。まあ、こういうのは結構ね、引き分け多いです。ちょっと打ち負けてますけど。本営ですね。本営のコースですね。海外勢結構見ますけど、ね。はい、あ、です。あ、出ました。ギノチ。今季ギノチ結構ね、お相手さん多いんですけど、ギノチが強い。ギノチ何当てたらいいんかわかんない。強いです。今回打ち勝ってますけど、この後出てきますけど、強いです。気のちな、もう、急戦がね、当たれば、ちょっと使いたい。まあ、ちょ、疑角、ないですかね。じゃあ、技能、書くかがいないの。威嚇かがいない。それです。はい、出ました。コーソンさん。ぶちまけまな。バン。いや、コーソンさんね、うちの黒目柄さんとかケンパさんも使ってて、めちゃくちゃ強いんだけど、めちゃくちゃ強い。爆発力半端ないんですよね。これにはね、私の、ヨレンジェ。はい。対処時。これがもう、めちゃくちゃ強いです。もう、まあ、打ち負けることもあるけど、だいたい両毛とね、周囲が発動すれば、あんま両毛の固有と、周囲が発動すればですね、完封です。完封結構あります。で、それ見つけたらもう、ね、対処ぶつけます。ね、ボーソンさん、強いです。爆発力半端ないっすよね。でも面白いですね、ロマン砲として。ありがとうございます。はい、出ました。ゴレンジャイです。対ゴレンジャイ。打ち勝ちました。ありがとうございます。新兵対象対にも、あー、出た疑惑。乾杯だ、これ、乾杯。乾杯。はい。強えよな、疑惑、マジ強え。なんで負けるのかまだ解析してないですけど。もともと技能地形はさ、あれか。なんか通常攻撃ね、つけないパターンって昔流行ったじゃないですか。類似に発動させないってやつね。うん、いやー、強い！ありがとうございます。はい、出ました。盗賊ですね。これまあ、引き分けです。ちょっと打ち勝ち。ありがとうございます。あー、出ました。また。結構ね、同じ戦場なんで同じ部隊と戦うこと多いですね。はーい、ありがとうございます。もう強い。もう企画嫌だ。あー、出た。お得意様。食器場です。です。はい、大長所。あー、もう嫌だ。こんな感じです。だいぶ負けてます、ギノチには。はい、諸侯です。諸侯とか大体、月星型もこんな形になりますね。大体削り合い、泥仕合いみたいな感じです。まぁ、ちょっと打ち勝ってますけど。ありがとうございます。うお、ぬお、立候大王馬長です。ありがとうございます。引き分け。あー、出た、強盗。強盗ね、どのパターン、僕、強盗途中使ったんですよ。一週間ぐらい。あー、もう全然勝てんなと思って、強盗もいろんな形があるのかな。強盗にしよっかな。そこがね、一番唯一ちょっと固まってないんですよ、今回。結局また、大いに戻しましたし、大い長領操作に戻したね。で、下手に、こう、戸籍、残価使わず、もう、シンプルに、もう、終盤にしました。終盤にしたら、まあまあ、ぼちぼちでございます。はい。あー、あざす。あざす、あざす。食器場、あざす。ということで。あー、アビメニですね。アビメニも打ち勝ってますね、しっかり。まあ、言うても引き分けか。はい、食を、まあ、こんな感じです。食をね、ちょっと打ち負けてます。前の銀兵型ですね。
はい、はい、出ました。私のではないけど、大事です、大事。はい。打ち勝ってます。ありがとうございます。5連ジャイ。連続、あざす。5連ジャイ。あざす。食器場。5連ジャイ。こんな感じです。ということで、まあ、非常にパフォーマンス素晴らしくね、いいんですよ。上級盗賊じゃなくてよかったです。さすがです。さすがでございます。ありがとうございます。ということで、まあ、これ、もう、来期もね、まあ、新兵対象隊は、対地時、二部隊目はこれ。確定です。ございます。ちょっと日本ではね、というか世界でもそうですけど、そこまでなんか中国の方が流行ってるんですかね。わかんないんですけども、まあ、十分、強い、えぐい、えぐ大号というところで、私にとってはね、ありがたい舞台となりましたんで、これはね、最後までもう変えずに使っていきたいと思います。もうレベル45まで来てますしね。今はレベル44ですけど、ちょっと昔のやつ、レベル45まで今来てるんで、いいと思います。はい、もしよかったら、使ってみてください。ただこのね、舞台、一つだけ問題点があります。それは、弓力があるかないかです。はい、それです。弓力を持つ者、持たざる者。これによって、運命が変わります。ありがとうございます。ということで、お酒は私になってから、まーせんでした。私でした。